東武6000系電車は、かつて、東武鉄道に在籍した二アセミクロスシートの電車。日光線系統の快速、巡回速列車に充当されていた雑多な旧型車を置き換えるため、1964年から1966年に、かけて44両が申請された。主に、日光線系統の快速列車に使用された後、 1985年10月から1986年10月にかけて全車が6050系に改造更新されて形式消滅した。東部日光線と日本国有鉄道日光線は戦前より日光方面への観光客輸送をめぐって競合関係にあった。1960年代初頭には双方の路線の最優等列車用車両として 東武1720系 DRC と国鉄157系日光型がそれぞれ導入され、その競争熱は頂点に達しようとしていた。そのようなさなか、国鉄日光線において、準急系電車を使用した特別料金不要列車の新設が計画された。東武日光線における特別料金不要列車としては、快速、準快速列車がすでに運行されていた。 当時の同列車には、元特急用車両である、ハ五5310系、クハ三350型や、アコモ改善工事を施行された、ハ三3210系、クハ二250型が、主に充当されていたものの、これらはいずれも戦前制の旧型車両であり、国鉄の準急系電車と比較すると著しく、見劣りしていた。それら旧型車を置き換え、 快速列車のグレードアップを図るため、国鉄の準急系電車に匹敵する、居住性と優等列車用車両にふさわしい、高速性能を兼ね備えた車両として、申請、投入されたのが、本系列である。快速列車は、日光、絹川方面に分割、併合運転を行うことから、本系列はもは6100、か画六6200。 が、型からなる二両編成とされ、二十二編成四十四両が、日本車両製造東京支店及び、何は後期で申請された。統計式は、片開きに扉を持つ、セミクロスシート車両であり、国鉄、JR の車両区分であれば、近郊系車両に、カテゴライズされる。ただし、私鉄においては明確な意味で、近郊系の概念は存在せず、セミクロスシート車両については、 事業者ごとに用途が異なるため、国鉄、JR のように明確に定義することは難しいものの、統計式は伊勢崎、日光線の快速運用が主目的であることから、実質上の快速系列車専用車となっている。この他にも、有料の急行にも使用されていた。軽量化に配慮した全高性20メートル級に、扉車体で、1963年に登場した。 8000系を基本としつつ、優等列車用として、設計変更を加えたものとなっている。客用扉は1000ミリメートル幅の、片開き扉とし、極力車体両端に寄せて設置された。扉間には1130ミ、mm、リメートル幅の側窓が、並び、飛袋窓は、車短側に設けられており、窓配置は D1D9D1 である。前面は8000系で採用された。 高運転台構造を踏襲しているが、行き先表示膜と種別表示膜を全面左右窓状に設置し、前面上部の造形が丸みを帯びた形状とされた点が異なる。前照灯と標識灯は一つのケースに収められ、8000系と比較として、若干車体中央寄りに設置された。通過標識灯は8000系同様、前面上部の屋根部との境界付近に設置されている。 その他、本系列は前述のように、日光、絹川方面への分割、併合運用に充当されるため、五条防止の観点から、車体側面に、東部では、初採用となる、電動行き先表示幕が設置された。車内座席配置は、扉間にボックスシートを、車端部にロングシートをそれぞれ配した、セミクロスシート仕様である。 シートピッチは 1480mm で、国鉄153系などの準急系電車と、比較して 20mm 広く取られている。ボックスシートの背もたれの腰より、上の部分にはクッションがなく、デコライタバリ仕様とされた点が得意であった。車内カラースキームは、ベージュ系のデコラに、落第色と称する金茶色のシートモケットの組み合わせで、8000系のそれを踏襲している。 なお、車内にデッキは設けられていない。車内の貫通路上には、日光線もしくは、木の川線と表記され、かつ色分けもされた、表示板を差し込む枠を併設し、利用客の便宜を図った。また、長距離運転に配慮して区派に、トイレが設置された。なお、冷房装置は、申請当時の鉄道車両の数制から搭載されず、全車比例防止用で落成している。 制御機、抵抗機などの主要機器はモハに搭載し、電動発電機及び、電動空気圧縮機などの補機はクハに搭載する二両ユニット、構成である。主電動機は8000系で実績のある TM-63 を搭載した。本系列では低使用及び、そもそも測用ブレーキとして、発電制度を常用することから、8000系の 1M 使用者とは異なり、 端子電圧3 7 5ト仕様の手電動機を搭載し、永久直列つなぎで使用している。歯車比は5.31で8000系と同一であり、前回時事における低角速度も同様に時速 49.5km であるものの、最弱回自立が20%と大きく取られていることから、高速性能は8000系よりも優れ。 最高運転速度時速 110km を実現した。主制御機は、電動化無軸式の日立製作所製 MMC HTB-10D を搭載する。この制御機は 1720K などで、すでに採用されていた機種と同等であるが、本系列は 1M 方式かつ、主電動機のつなぎが永久直列であることから、立行ステップは抵抗制御と弱め開示制御のみで、 自家並列切り替えは行わない。制動装置は、発電制動併用電磁直通ブレーキで、日光線における連続勾配を考慮して1720系同様、そもそも即制動機能が付加されている。台車は模ハが、住友金属工業製、FS357、クハが同 FS057 を装備する。 いずれも中高生民伝ドイツ型軸箱指示方式の空気バネ台車である。8000系初期車が装備した FS356.056 とほぼ同一の外観を持つが、電動車用台車である FS357 は基礎ブレーキが FS356 の両抱き式に対して片押し式に変更されている点と高速運転時における走行安定性向上のため、 FS357.057 ともに軸箱部にオイルダンパーが追加されている点が異なる。CP は原設計がアメリカウエスティングハウス社で、それを日本エアーブレーキでライセンス生産された DH-25 で、これをクファ6200型に2機搭載している。DH-25 は第二次世界大戦前の設計で、当時の東部で、 旧型車に多用されてきた実績があったが、カルダン駆動車の時代になっても手頃な容量と、旧型車との部品共用の検知から1700.1720、系および2000系などの一部系列で使用が続行され、6000系の場合は後年改造更新した6050系にまで積み替えられて使われ続けた。6050系化された現在でもこの形式は使用されている。 1966年8月までに22編成44両が出揃い、定期快速運用は本系列で統一された。また、従来5700系によって運行されていた、日光線急行ダイヤ、おじか、運用にも同系列と併用される形で充当された。また、快速列車の運行時間外となる早朝、深夜には、出入庫や送り込みの関係から浅草日光線、 方面で数本の準急にも充当されていた。なお、本系列は落成直後に、秩父鉄道経由で東場線に入線し、池袋まで運行された経歴を持つ。これは、池袋東部日光館で、定員制のイベント列車、日光号として運転されたものである。また、その翌年となる1965年には、やはり臨時快速、旅事号が、 池袋絹川公園館で運転された記録がある。公害対策として、1971年5月から1973年3月に、かけて、お物タンク及びお物処理装置を搭載した以外、大きな改造を受けることなく運用された本、系列であったが、8000系の冷房化も進んだ1980年代に、いたり、冷房装置を搭載していないことによるサービス上の、 問題が取り沙汰されるようになった。同時期には、野岸鉄道合図絹川線の開業を間近に、控えており、多くの長大トンネルを有する道路線への直通運転に際しては、当初は冷房化を含めた対応改造を本系列に施行して、直通運用に充当する計画であった。しかし、本系列は、車令20年を経過し更新修前時期を迎えていたことや、 新規路線への直通運転に際してのイメージアップ目的から計画を変更し、本系列の伝送品や台車、車体を更新した上で6050系への車両更新が決定した。車体更新は急ピッチで進められ、1985年10月から翌1986年10月にかけて全車が6050系に更新され、本系列は形式消滅した。 なお、更新途上においては本系列と6050系の並結運転も行われている。区派6222のみ民間二乗とされ、群馬県大良郡大泉町にて店舗として利用された。その後店舗は閉店したものの、同社はそのまま現存している。旧6 0 0 0系2トンカラーを復元した6050系2019年11月から、 東武日光線開業90周年を記念して6050系の6162編成が統計式のツートンカラーで出場している。内装モケットも統計式の金茶色のものが復元されている。ありがとうございます。